ボールムーブを見せてのそうですね、ちっちゃなズレをね、大きなズレに変えてオープンショットでしたよね。そこでメイクですからね。あー来ましたね、やり返しましたね。連続で来ます、アンドシュート。はい、ツーポイント入らないサイズのリバウンド、外からアンド、決めていきます。シュート、そしてサイズ、そして先ほどスリーポイントを決めています。そのテイラー、テイラーが今度はドライブからフリーになっていた。いい形ですね。これはさすがに決めてきます。そしてサイズからさあ走ってくる。スリーポイントはラインを確認して決めてきました。素晴らしい。このトランジション、安藤シュート、中伺ってゴールした。うまくここは決めてきました。いや素晴らしい。なっていく。いやここはパスを通そうというところでした。さあそして早い展開、あの選手いいスティールですね。安藤のレイアップ決めていきました。勝負強い安藤のスリーポイント、そして川西の力強さ。対する東京は安藤シュート、いいですね。今日はまだスリーポイントはありません。ツーポイントシュートとフリースローで9得点です。こちらは安藤のフェイダーウェイ気味のシュート決まっています。そうですね、今東京はピックアンドロール、田中選手とサイズ選手のピックアンドロールですね。安藤ライター、安藤シュート、ドライブで攻めていく。安藤のダンクです。2ポイントです。島根スタのマジックがタイムアウトです。先ほどのこの安藤シュートのダンクです。最終的には彼のシュートで終わったので、東京のオフェンスとしては良かったんじゃないですか、ね、安藤の3。さあここはテイラーから、あっとあっとブロックしていたんですが、引きつけてのパスから決めてきました。安藤シュート持ち味発揮しています。今日2本目。さあここはコーナーも使って、確かにサイズをフリースローレーンのところに入れていますが、外からのシュート、安藤決めてきました。本当に距離感が本当に絶妙なんですよね。スティールでした、安藤ワンハンドダンク。北海道の方としてはこのディフェンスリバウンド、なんとかこうセカンドチャンスを与えたくないですね。この辺りベテランの菊池が頑張ります。そうですね、この一番自分たちがチャンスとしてものにしたいところで取りますね。安藤ウィングの位置から来た。さあここでの安藤中佐と少しミスマッチ気味になっておりますが、これが長い、おー決めていました。これ3ポイント、安藤シュート決めています。安藤も3あります。おー来ました、いきなり3ポイント、安藤シュート。安藤、安藤に預けました。ここのピックのユーザーのところですよね。はい、ここがほとんどチェイス遅れてますよね。はい、これもドライビングノープレッシャーになっていると思います。はい、福澤が戻ってきました。安藤を見ています。福澤選手のプレッシャーの位置はいいと思います。はい、オープンになっている安藤、高橋が狙ってました。さ、まあ、少し前にもいいスティール、あとちょっとというのがありました。安藤スリー、大阪で、そして安藤とスリーを決めてきました。アルバルク東京。